自分を売り込もうとしてた。誰かに分かってほしかった。綺麗に飾った客間だけで生活しようとしてたよ。気づけば周囲の人はうせ、僕だけのカビ臭いワンルーム。飾り付けをやめた時に最初のファン自分ができたが、労働の帰りの夕暮れ、見慣れぬ路地裏回り道、歌でも作る。